助けてください。ん、おらおら、さっさと金出せや。おい、てめえら、しょうもねえことやってんじゃねえぞ。あ、なんだお前は。はあ、来てくれたんですね。ファイトヒーロー .com の方ですよね。あ、ファイトヒーロー .com。 なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先にいたぶってやるよ。別人しやる、過酷にしてやる。よし、やってみるんだよ。見てなさい。逃げるなら今のうちだ。さて、おい、来た。してみろ。ダメだ。ダメんなよ。お願いします。絶対負けない。よし、行くぞ。やんのか。とっておきだ。やってみろ。全力で行くぞ。舐めないでくれる？いい調子だな。来やがれ。逃げるなら今のうちだぞ。ほら来いよ。やってやる。舐めんなよ。来るな。ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん、頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。え、違うんですか。お待たせしました、バイトヒーロー .com のものです。ん、はは、こいつが依頼のあった駆除してほしいチンピラですね。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。ああ、いや、この人は。お任せください。バイトヒーロー .com の名にかけて、すぐにレスキューしてあげますからね。死ねえ、このクソチッピラが。ジャスティン、やっちゃうよ。ちょっと待ってね。じゃあ、こんな。どうかお恵みを。私の番ね。やんのか。ほら来いよ。俺の番だな。やってみろ。舐めないでくれ。正義が怖いのか。見せてやるよ。俺の番か。くそ、やってみろ。逃げるなら今のうちだぞ。見てなさい。よし、行くぞ。絶対負けない。どうするか。やるか。行くぜ。一緒くらい。またいい女になっちゃった？このチンピラ強い。だからチンピラじゃねえって。そうです、この人は
僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた、どういうことですか。先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよ。タグ、何なんだよあんた。申し遅れました。私、ヒロと申します。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒロとヒーローがかかっていまして。で、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す。困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まあざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも受け負っているということなんです。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時に、そいつらを撃退してあげるというものです。偉人町は非常に治安の悪いどん底の街ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの街にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだ。じゃ俺は行くぜ。ああちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことか。はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側、バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この街はどん底の街、一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし、人助けにもなる。いかがでしょう。この街の平和のためにもお願いできませんでしょうか。わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。ああ、俺は春日一番だ。
よろしく頼むぜ。春日さんですね。では詳細の説明をさせていただきます。それでは、町の平和を頼みますよ。ねえ。バイトヒーロー .com 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。